エルフは1978年から1988年までエルフアキテーヌによって開発、製造されたオートバイ。革新的な外観と機構はオートバイの世界にセンセーションを巻き起こした。1978年に完成。設計はアンドレ・デコルタンズ。フレームを持たずエンジンブロックから前後に伸びたフロントサスペンション型持ちによる スイングアームで前後輪を支える燃料タンクをエンジン下に配置し重心を低くするなど当時のオートバイの基本概念を大きく逸脱した構成が特徴的エンジンにはヤマハ TZ750 のものを使用している1978年2月ロードレース世界選手権 F750 第3戦のガロサーキットでミシェルルージェリーをライダーとしてデビューしたが レース序盤にリタイアしている。ロードレース世界選手権から 750cc クラスがなくなったため、世界耐久選手権に参戦することになった。ホンダ技研工業との協力関係が築かれ、エンジンは、ホンダ CB900 回ベースの RS 線が使用されている。1984年、g p 5 0 0参戦機、ホンダ RS500R のエンジンを使用。 ドン・ハスラムによるエルフ -3 デモンストレーションプロジェクトのリーダーがダニエル・トレマに交代となる。エンジンはホンダ NS500 のもの。速度記録者。1986年9月にナルドサーキットで当時の最高速度記録時速 312km を樹立した。常実のようにホンダ技研工業とは協力関係にあり、エンジンの提供を受けているほか、 ホンダ技研工業側もエルフが持つサスペンションに関する特許の使用権を購入しており、VFR400R、VFR750R、ホンダブロスなどに採用されている。ありがとうございます。